てさ。はぁだよね、もう来んなよ。ねえ。5番間違った。ねえ。すまん。五番もう一回ちょうだい。五番もう一回ちょうだい。と言ったらバイトでめっちゃ怖いんだろうな。自分のフィギュア作るってなったらパンツ何にする？セッション。あ、ちょっと待って。プレイ。キンキさん。はい。え、私部屋作りたい。いいよ。え、なんかあんの？いや、絶対キンキ一番すぐ飽きるから。だからキンキには作らせない部屋。キンキはさ、その責任感があるじゃん。その自分が最初にやってた時にさ、でもみんなやりたいだろうなとか思うでしょ？うん、そうやの。そう。いや、うん、思わなくていいから。ああ、確かに。だから俺もう飽きたぞ。逆に。消えるわ。いや、それは。それでちょっとだけないよ。いやでも、うん、これに関してはキンキに期待してない。そうだよな。じゃあお互い様だ。うん。期待されてない。わあ楽しみだな。このゲーム楽しみにしてたんだよ。あれ？面白そうだよね。ね。これね、好きそうだなと思って。マジでやりたかった。うん。ちなみにキンキに誘ってもらう前に、なっちょっと。うん、やりたいねって話してたの。そう。ああ、そうだったの。そう、でも4人だよ。ね、やる人いないみたいな。誰にしよう。ああ、そういうことか。でも、キンキ、いや、キンキでもどうせすぐ飽きるしな。え、そう。どうしようかな。キンキから誘い来たんだよ。いや、俺はすぐ飽きんの込みで誘ったよ、みんな。いや、でも、でも、ホスト私がやれば問題ない。そう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 。掘り込み済みなんだよ、そこは。なあ、店員いない？な、客いね？え、本当だ。え？え、最初の注文を受けるって書いてあるよ。あ、本当だ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。え？オーダー入ります。購入。ダブルハンバーガー。トラックから商品取り出します。ダブルハンバーガー。トラックの外だ。あ、トラックの荷台。あ、おい、荷台、荷物、食料発注して。カルビス発注してくれ、発注。はーい。ダブルハンバーガー発注して。ちょっと、来た、トラック。あ、来た、来た。カルビス、これ何発注した？え、肉、肉、肉。パティ、パティ。パンは？パンはまだ。おい、お前、肉1個だけ来たって。商品が届いたらまた発注できる。あ、そういうこと、1個ずつってこと？うん。あ、わかった、これに置いて、これに置いて、おー、で、パティコンテナに入れたやつを焼くんだよ、こうやって。おー、え、すごい。で、これで焼き加減が、あの、その、ちょ、あのさ、ちょっと、こう、ちょ、ちゃんと規則的に置いて。わかんないから。いいでしょ、別に。で、みんな届いたよ。どれが焼けてんのかわかんないから、ちゃんと規則的に置いて。どうなんだろう。おい、お前これ散らかした。おい、なんだこのパン。これここに置くの。ここに。え、待って、どっちが下か上か分からなくなっちゃうね。これこれ上。これ下、これ左が下。いや、下並べる。下下下は下に。どこに置いてる。どこに置いてる。これやばい。ねえ、ちょっと待って、やばい。これやばい。上。やばい。何してるんだ？どういうこと？え、これ多分さ、包装紙の上にほら乗せるんだよ。こっちのほら。あ、そっちか。そういうことか。で、確かに。で、こうして、ほら、できてきたよ。これさ、肉だけでいいのこれ？ダブルピーパティだから多分肉2個じゃね？あ、これ上。あ。おお。で、こう。これでどうすんの？包装紙。できた！あ、できた！え、あれ？あ、待って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 、ごめん。カルビ、ちょっと待って、開けて。開けるの？それ。開けるないよ。開けるの？ごめん。俺これ上取っちゃった。は？え？え、どういうこと？どういうこと？いさ。で、客は？キーを押して、チュートリアルをスキップできますって書いてある。スキップはまずいだろ。え、でもスキップしたら、客来んじゃない？てかさ、オープンしたいじゃん、これ。ほら、オープン。あ、オープンすんじゃん。ほら、あそこオープン、これ。終了ってやつ？あ、そうそうそう、それで。オープンになった、オープンになった。これで来るでしょ。
え、さっきなんで客来てたんだ。実は俺が間違って一回一瞬オープンをしちゃった。あ、ねえ。なるほど。なんで言わなかったの。そういうの報告してよ。ねえ。ごめん。ごめん。ねえ、そのベタ出た、その。ごめん。ねえ、なんか近いよ、ね、新しいマイク。ねえ。いや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 、ちょっと。マイク、え、だよね。ちょっと待って、しょうがないやん、そんなん。レストランに名前をつけますだって。何名前の？レストランの名前。どうしようこれ。最も強いハンバーガー屋さんになりたい、うん、天下を取りたいって意味を込めて将軍バーガーにするのこれ。炎上しそう。そのままなんだよ。いや、まあ、任せるよ。そのままだよ。将軍のさ、反対棒にしようよ。足軽バーガーか。ねえ、なんかさ、足軽、足が一番立場が低い兵士は多分足軽かもしれないな。足軽バーガーするでもさ、足を軽く運べるハンバーガーでよく。あ、確かに確かに、足しげくかかってほしい大衆ハンバーガー。大衆向けハンバーガーね。はい、できた。聞いて、聞いて、お店の名前え、見たい。ダサい。足軽バーガー。ダサいな。ダサい。全然肉なさそう。な、お肉めっちゃペラペラっそうやな。でも足軽っていうのはいいよ。いい、いい言葉、いい由来だね。確かにね。うん。そう、気軽に運べるマクドナルドみたいな存在ということですから。え、バンズ、直置きいいのかな。ん、今このテーブル清潔だろ。でもそうだよね。さっき拭いといた。え、これ肉は肉はない。俺らが出勤する前拭いといてくれたんだ。拭いといたから大丈夫。じゃあ大丈夫か。肉全然なくない。ねえ、終わってる。終わってるよね、落とし捨てこれ。俺ら失っただけだから。名声も金も。シングルが3つ、シングル3つ、ダブル1つ、シングル3つね。シングル3つ、シングル何番かな、ここかな。え、帰っちゃった、帰っちゃった。帰っちゃった、帰っちゃった。何してる。え、この人多分シングルっぽい。何やってんの。大丈夫、大丈夫、いい感じ。シングルパンツの女性以外は全員シングル。あ、バババババ。シングルか。え、これ包まれてるの何。あ、シングル。シングル、誰が、誰シングルだって。ヒョウから帰った。ヒョウから帰ったわ。いけ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 。全員シングル。どこダブル、誰。女性、紫の女性。え、紫二人いる。二人が二人。ダブル何、ダブル何個、ダブル何個、ダブル何個。え、紫はど、何、どっちもダブルってこと。いや、わかんない。一人が来て、一人がダブル頼んでた。え、じゃあ片方は見てるだけってこと。え、ちょっと、どういうこと。え、帰った。遅いって言われたんだけど。はぁ、あ、はぁ、あ、だよね、もう来んなよ。シングルバーガー、シングルバーガーお願いします。シングルバーガーホス、あの、これこれこれ、シングルバーガーこれこれこれ。あ、けど、おぉ、おぉ、いいよ。あ、めっちゃいい。人気はだいぶ出た。まあ、赤字はある。赤字ではあるけど、まあ、最初ですか。そうだね。ここからですよね。なんか客の食べてるハンバーガーの中にピクルス入ってる。いや、多分ないはずだけどな。あれかな？そう。自分で入れた。うわ、食べたいハンバーガー。頼めよ。じゃあ食べたいね。注文しようかな。あ、いいじゃん。多分その方が醍醐味。カルビスで普通の12番。ハンバーガー12番。はい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 。じゃあこれ今置いてあるやつが11番にも持ってた。あ、間違えた。なあ。ハンバーガー出した。11番に出しちゃった。なあ。これじゃあ後で飲んどいて。ハンバーガー、ハンバーガー、普通のハンバーガー。これ何番、何番、何番、12番で、12番。あ、もう出した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 、開けてくれ。あ、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 ちょっと、なっちゃんやめてね。どうしたかな。あー、間違えた。選手やめてね、なっちゃん。間違えた。あと、ピクルス1、トマト1。
あ、ごめん、ごめん、よいち、ねえ、5番間違った。ねえ、すまん、せっかく作ったのに。5番もう一回ちょうだい。ごめん、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 ほんとに。もう一回ちょうだい。作ったのに。ごめん、これほんとに。はい、5番もう一回作ったい。ありがとう。いつ行ってくるわ。おじさんさ、15作ります。はい。ごめんなさい。こいつらバイトでめっちゃ怖えんだろうな、絶対。こいつらバイト先行ったら絶対怖え。はい、15番バーガー。そんなミスする方が悪いわ。ほら、怖いやつだ。あ、あれだ。誰でもミスはすんのに。ずっとミスをしてる。やったことないよ。ストロベリーアイスクリーム。はい。ミスしてるよね。え、そんなことない。あなたたちもホールの苦しみ分かってるでしょうよ。まあね。え、これだいぶもう過去最高に売り上げてたと思うけど、これ。めちゃくちゃいい感じだったよ、こっちも。ね。うん。いや、てか、肉めっちゃ焼いとくのベストだったな、マジで。うん。1枚余りだよ。え、すげえ。あ、でもミスしたのがあるから、まあ、ちょいありかもしれない。結構あるからね。ちくれ。確かに。いや、そういえばと思って。ミスありましたからね。これ多分、本当になっちゃった余一、バイト先だとクソこいんだな、こいつら。けど、なんか、いろんなバイトしたけど、マクドナルドの昼ピークが一番おもろかったよ。あ、リアルの？そう。へぇー。もう競技になる、ほぼ。バイトしたことない。競技。忙しいバイトおもろいよな。え、そうなんだよ。ハルビって忙しいバイトしたことあんの？雑貨屋さん忙しい時あった。あ、そうなんだ。立ち上がってやがさ、うん、暇すぎてさ、人は来んだけど、することがないから。ああ、そうか、ガチャガチャだから別に。確かに。なんか、おかしくなったって言われるぐらい、ガチャガチャ。詰まりましたって言われる。詰まりましたって。いや、その時に、わ、暇なバイトってマジで、時間がなんか過ぎなくて嫌だなって思った。わかるわー、それ。うん、カルビ何食ってんの？ミントボール。いいな。あ、いいな。ハンバーガーじゃないんか。うん。とクロワッサン。他には？味玉。他は？組み合わせが。本当？意外と少ねえな今日。本当ね、毎日めっちゃドカ食いするわけじゃない。あ、そっか。うん。おやつだし、言って。それ、おやつだったんだ。ごめん。それは、それは把握しなかった。それ、おやつだったの。うん、なるほどね。じゃあ、予想外だった。さあ、今日、ナチョのフィギュア届いたよ。ありがとう。見た。なんか流れてきた。うん。すごいことしてるの。いや、すごいこと。あれ、やばくね。え、何？いや、違う。普通に確認してて、確認しただけだよ。何ね？いや、なんかそのナチョちゃんのフィギュアが来たから、パンツの色が何色なのかを教えてくれって視聴者に言われて、で何色かみんなでクイズしてかけたんだよ。でそれを俺確認したっていう、まあ、ただそれだけだよ。答えを知るためにね。そうそう、仕方なく。うん、別に俺は確認はしたかった、したくなかった。本当か？本当だよ。本当？ちなみにああいうのってさ、うん、あのメーカーが勝手に決めるもんなの？ああ、多分言わなかったらこれでいいですかみたいな感じで勝手に提案みたいな感じで勝手に決まったりすると思うけど、私は自分でやった。ああ、そうなんだ。うん、私も真っ白予定だったけど、うん、なんか真っ白かと思って、うん、なんかちょっとなんか入れたいなと思って。ああ、まだしていなかったら基本真っ白なんだよ多分。あんまり聞くのよくないよ、元気なんかね、うん、いやいや、普通にその知識だってさ、みんな自分の好きなパンツ履いてるに決まってんじゃん。うん、そりゃそうだな。そうだね。でしょ？ああ、そういうこと？あ、そっちの話？うん、ああ、確かにな。誰に言われてパンツ履いてると思ってんだよ。
あ、カルビも自分で指定したんだ。うん。てか、大体そうじゃないの、あれだって。あ、そうなの？だから、誰に言われてパンツを履いてると思ってんだって、そういうことだって。あ、そういうことか。自分が好きなのを履いてるでしょ？うん。自分のフィギュア作るってなったらパンツ何にするの？ああ。俺が自分で決めない？そういう時。あ、いや、パンツ？うん。あ、まあ確かにそっか。まあけど確かにそう言われたらそうだな。決めるな。そうだよ。何でもいいですって言わないな、多分。そうだよ。うん。どうするそれで黄緑になってたら。確かに。確かに。ああ、確かにその通りやな。さんの色緑だし、緑にしようって。ケンキのパンツ黄緑でキモかったとか言われるけど黄緑にしちゃうかも、そう言われたら。黄緑でいいですかって言われたら、うん、ちょっと面白いもん。なんでだろうな、なんで黄緑なんだろうって思いながらいいですよって言いそう俺。やだお、レベル上がったぞ。ポテト、ポテト来た。13万了解。勝手に。まだだね。多分まだ見に来ないんじゃないか。まだ来ないか。ここに入れんだ。カルビ念願のポテト来たぞ。いや、次の日楽しみ。楽しみよね。ポテイ、ポテイトのこれ箱やから、ここやな。うわ、ポテト食べたい。ね。うん。でかポテト。けどポテトの箱ってこのぐらいなんだよな、実際。へぇ、うわぁ、なんかでかいね、一本が。出ました、ポテト中。中ってなんだ、どれだ、中。最中小あるんだ。あ、最悪は。え、マジうまそう。一番できた、ケンキさん。はい、了解でーす。いや、これでこそハンバーガーやよ。ポテトがないバーガーなんて。まあそうだよね。はい、それポテトあげるとき、テレレって言いながらあげろよ。テロネ、テロネ、テロネ。そう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 。バニラアイス。12番了解。オッケー、バニラアイス了解。あれだけで。あれだけで。お前もうそれ、やばいじゃん。パブロフの犬みたいになってんじゃん、お前。3番、はい。でもあれはもう頭に染み込ませてるよね。これはポテトが揚げた音だぞって洗脳しない？あの音。確かにな。あと1枚？あと1枚。あと1枚。あー2番間に合わなかった、くっそ。あら。惜しい。これね、次も間に合わない説の子。え、でも2番は結構待たせちゃった。ダブルがなくて。うわ、おっせぇやがんの。え、嘘。あー、うわ、どうだろう。帰っちゃうかもしれない、ギリ。帰りそう。90% で攻めてみるか。それってさ、先にかけといていいのかな。あ、いいでしょ。たぶん大丈夫じゃない。はい、90% に行く。はい、できた。あ、待て。これ何番？ 6 番。間に合え！お待たせしました！おー、よかったよかった。あ、肉平気だった。90% 肉。うん、普通に全然うまそうに食ってた。平気なんだ。早く食え。早く食え。やば。早く食え。こんなカルビだったら10秒だぞ。早く食えないよ。あ、レベルマックスだった。ねえ、マックスなんだ。人気はマックス。全クリですか、もしかして。多分、あとまあ人気マックスにしたら全クリなのかな。ちょろいな。な、まあベータだからなのかな。結構ちょろいね。ねえ。私たちが上手すぎた。いや、てかその説ある。なんか他の配信者ぐちゃぐちゃになってたから、多分俺らがシンプルに。あ、そうなんだ。そうなの。らしい。キャッシャーの余市が優秀だった説がある、これ普通に。カレーやってますからね、こっちは。そうなんだね。昨日。確かに。確かにな。一度もなんか、ミスなかったもんな。
おー、過去最大じゃない、すごい、やばー、はい、15番、これ掃除とかあってもいいな、ホール暇やな、結構15、ね、はい、ゴミ捨てろよ、ポイ捨てしろ、そうなんだよ、あと普通にトイレとか汚せ掃除しに行くからなんかポテトばっかだな、ね、多いね、ポテト大人気、やっぱポテトうまいからな、まあね、あれだね、Lサイズのクーポン出てんじゃね、現実的、うん、Lサイズ100円のやつ、あの時マジで買いたくなるよな、うん、いさバニラアイス、はーい、105番でってみんな言ってくれ、マッチョちゃんってどんなバイトしたことあるの？ない。すげえなお前、バイト一切ないの経験。ない。すごいよね。じゃあもういきなり絵描いて生活してたの？あ、そう。すげえな。社会経験ないのか。いくつの時に初めて絵の仕事したの？高3とか。うん、なんかそんぐらいに絵でお金もらって、うん、でバイトしなくていいやって思っちゃって、はいはいはい、あ、そうか、大学生の時にバイトするもんね、大体みんなね、なんか好きなことでお金もらえるならそれでよくないみたいな、いやけどそれはそうだよな、そんなお金使わなかったよしな、あー、だからまあ別に、まあそのお金で十分って思ってたのもある、なるほどな、よいちゃんは何のバイトしてたの？私コンビニだけあるよ。あ、コンビニ、コンビニ羨ましい。コンビニバイト一番辛いよ、ちなみに。って言われるからやったことないけど。うん。でもなんか帰りにさ、コンビニの買って帰れるのいいなって。マッチョなんかしてみたいって思うのないの？最近さんこれ着ぐるみの仕事、はい、いいやん、でもあれ重労働らしいよ、ね、くっそ大変だなっちゃう、でもさ絵を描いてない時の世界線だから絶対今より運動してる、めちゃくちゃきつい、あ、まあ、そうか、あ、なるほどね、そう、なるほど、なんかスナックとかで2日だけ働いてみたい、スナックスナックスナックで私もお酒作ってみたい。大変そうだけどな。大変らしいですよ、スナックは。だってさ、スナックはあれだよ。うん、おじいちゃん、おばあちゃんの歌を覚えないといけないよ。確かに。そうなんだ。なんかそんなイメージある。いや、それがマジで大変らしいよ。へぇー。めんどくさいって。スナックか、あ、けど俺あのミュージックバーで働いたことあったから、そういうのちょっとわかるかも、え、おじいちゃんおばあちゃんの歌、まあおじさんくらいかなそのおじ、まあどっちにしろ世代じゃない曲結構練習させられた、なるほど、弾いてって言われるから、へぇ、本当はねバーテンダーに憧れたか、憧れて入ったんだよ、カクテルとか作りたかったの、うん、じゃああのおっさんしか来ないからウイスキーしか頼まれなくて一生ドター引かされるって思ってたのと違うちょっと俺が思ってたのと違ってやめたなんかね、なんかそうキラキラなお酒を作ってみたい、飲みたくはないんだけど作ってみたいから、やっぱ働いてみたいなって気持ちあるわ、そう、カクテル作りたかったんだけどシェイクさせてもらえるのがおっちゃんとかがなんか俺に気使って頼んでもらえる時だけだったえ、でもこれでやっても超完璧だけどね、目焼き具合本当に完璧だよお前やばっ、 え、やばくない、え、ナチョの肉焼きやばいんだけど普通に、え、これ一番下やばい、いやこれ多分エキスパートシールもらえるよナチョ、もらえる、うん、あのねエキスパートっていうのがあって、普通のシールになんかこいつはその中でも よりできるやつみたいなのがもらえるやつがあるのよ、なっちゃん多分これもらえてます、このお店だったらエキスパート、やったね、そんなシールもらえるのいいな、ね、そうモチベ上がるんだよな、頑張ったっていうのも分かるの、ラジオ体操みたい、確かに、でも私もシール帳ハマってるからさ、シール帳今、うん、いいなシール帳、はるみちゃんもやろうよ、え、やりたい、何のシール帳なんそれは、え、普通になんかチラッ
っとなんか寄った雑貨屋さんとかでシール集めて、うん、シール帳に貼っていつか誰かと交換できないかなと思って分かった、じゃあ私も始めるわ。本当？私も始めるシール帳。やっと。そういう趣味欲しかった最近。いっぱい集めとくね。今後にカルビさん、なんか、はい、黒焦げのポテトが出てきてます。やばいよ。え、なんかそれ何？ごめんごめん、クレッパにしてた。やばこんなことまだやばい炭だこれ完全に炭だすごい。うわ、入れない。あ、入れないんだ。あ、入れないんだ。え、なんかちょっとなんかあれだね、高級なポテトみたいな。ね、かっこいいけど。かっこいい。期間限定のなんか。ね、期間限定。イカスミポテトみたいな。ここまで黒い。じゃあ大当たりで出すか。汚染された油で揚げた。汚染された油で揚げた。油の色もやばい。やば。油も汚染度 100% だわ今。そう。いやーこれ。大変だな。これさ、お店のキッチンのこの機材とかも全部カスタムさせてほしいね。か自分たちで変えて内装とかいじりで、いやだったらマジでおもろいと思う。ね、なんかレベル上がるたんびに変えたりしたらいいのにな。前のスーパーみたいな感じだよね。そうそうそう、何もない状態からやってみたい。うわ、確かに。全部あるもんねこれ。はい、じゃあ、はい、じゃあね。じゃあ、お疲れ様。バイバイ。今日は上がらせてもらいます。上がりで。お疲れ様でした。